こんにちは、七色の扉です。今回はセリアでの購入品をご紹介します。最初は韓国製フェイスマスクです。3種類あってそれぞれ110円です。こちらはインスタグラムのお友達がタイアップ紹介をされていて知ったもので、使ってみたくて買ってみました。3種類はそれぞれティートリー、シカ、NMF です。ティートリーとシカはよく耳にするのでわかると思いますが、聞き慣れない NMF は肌が作り出す天然の保湿剤のことで、角質細胞の中にあるそうです。マスクは高密着シートのコットンで1パックに3枚入っています。美容液はたっぷり 40ml あるとのことで、袋の上からもトロトロとした感じがわかります。ティートリーは敏感になったお肌を整え、お肌を鎮静させてくれる効果があるので、敏感肌でも安心して使えます。シカはツボクサエキス配合で、敏感になった肌トラブルを鎮静させ修復へと促します。 NMF は濃厚なヒアルロン酸成分が肌の乾燥を防ぎ、潤い肌へと導くので一日中しっとりとします。使い方は他のパックと特に変わりはないです。マスクは装着から10から20分後に剥がし、お肌に残っているエッセンスをマッサージするようにトントン叩いて浸透させます。余った美容液は首から胸元のデコルテケアにも使えます。どのマスクにも言えることですが、長時間の使用やマスクをつけたまま眠るのは NG です。韓国製のマスクが3枚も入ってお得感がありますので、気になる方はぜひ試してみてください。次はパールストラップです。クラフト好きなのでセリアに行けば必ずと言ってよいほどコーナーに立ち寄っているので、その時に見つけたものです。入荷されたばかりなのかたくさんありました。どちらも両端にナス管がついていて、私はゴールドを買いましたが、シルバーもあります。それぞれ太さと長さが違い、太い方は全長約23センチあり、スマホストラップとしてやバッグの持ち手としても使えます。ただバッグの持ち手にすると重いものを入れると間違いなく切れると思いますので、バッグも中身も軽いものに限られると思います。細い方は全長約13センチで、こちらもスマホストラップやバッグの飾りとしても使えます。これらに限らず使い方いろいろなクラフト用なので、アイデア次第でおしゃれなものがよりおしゃれになるかと思います。これ自体もパーツさえあれば自分で好きな長さのストラップを作ることができますが、パーツを買って作るより出来上がったものを買った方がとも思いました。気になる方はクラフトコーナーで探してみてください。次は折りたたみ爪ヤスリです。折りたたみでないタイプもありますが、折りたたみができた方がコンパクトにもなるし危なくないだろうと思ってこっちを選びました。使い方は爪切り後の仕上げに使ったり、爪の長さや形を整えるのに使えます。私が買ったお店ではネイルコーナーではなく綿棒などがある衛生コーナーにありました。爪ヤスリにはグリットという目の粗さを表したものがあり、これは200グリットで普通から柔らかい爪用となります。グリットの数が小さい方が粗くてよく削れるので、長く伸びた爪を短くしたい時に使えます。折りたたみ時のサイズは縦 7.5 センチ×横 1.8 センチ、伸ばした時は縦 13.9 センチ×横 1.8 センチです。ヤスリが両面にあって形を整えやすい折りたたみ爪ヤスリです。次は滑りにくい PP トレイです。今はもう珍しくない PP トレイです。形は丸と長方形がありますが、長方形が品切れで丸が山積み状態でした。
PP トレーは表面にウレタン加工がされているので滑りにくくなっています。驚いたのが、みんな同じデザインかと思っていましたが、トレー一つ一つの木目柄が違っていました。柄が選べたという点ではラッキーでした。サイズは直径22センチです。神棚用のお水やお米などの入れ替えに一度では運びきれなくて、こういった滑りにくい小さなトレーがあったらと思っていました。こちらは耐熱温度は60度なので、加熱した調理器具を直接置くことはできないです。もちろんオーブン、電子レンジ、食器洗浄乾燥機は使用できないです。あと、直接食べ物に触れさせないでくださいとありますのでご注意ください。お皿と一緒に収納できそうなサイズの滑りにくい PP トレイです。次はワイヤーフラワーです。前回のチューリップとスズランに続き、今度はローズとリーフがいつの間にか発売されていました。大きさは前回のと同じで、全長12センチで材質は鉄です。フラワーベースに立てるのがなかなか難しくて、すぐに傾いてしまいますが、トレイやコースターの上に置いてみたり、フレームに挟めて飾るなら簡単にできます。こちらは鉄の性質上、空気に触れることで表面が酸化したり、錆や変色が生じることがあります。可愛くておしゃれなモノトーンカラーのワイヤーフラワーです。次はウィリアム・モリスの2種類のランチクロスです。このデザインが発売されていました。サイズは縦横それぞれ50センチの正方形です。材質はポリエステルで、触り心地からもわかるかと思います。使い方はそのまま植物さんのランチクロスとしてや、割と大きめなのでホコリを気にしたり、これを使って何か手作りをしたりも良さそうです。あるいはウォールバーを活用してタペストリーのように壁にかけたりもできます。こちらの洗濯は水またはぬるま湯での手洗いとなりますのでご注意ください。当て布をすればアイロンもできます。1枚の布ですが、デザインクロスなのでいろいろと活用できそうなランチクロスです。